DX で人や街を豊かにってよく聞くけど、デジタルで誰をどんな風に豊かにできるの？ DX を進めるには本当はそこを考えるのが大事らしい。これって理系じゃなくて文系の出番だよね。文系 DX 人材、人や地域の課題の解決のためにデジタル技術や AI 技術を生かす方法を知っていて、新たな価値創出につなげることができる人材。今、3つの大学が連携し、文系 DX 人材の育成が始まる。デジタルの前に大事なのは、人や街を思い、豊かさへの道を見つけること。進もう。未来は私たちの心の中だ。